こんにちは、おふみです。皆さん、お久しぶりです。ごめんなさい、マジでごめんなさい。いや、ちょっとヘラヘラして謝ってはいけないんですけれども、ちょっと YouTube の更新がですね、かなり間が空いてしまったことをちょっとお詫び申し上げます。申し訳ございません。逃亡していたわけではございませんが、新しい試みとしてちょっといろいろ活動させていただいておりました。はい、ちょっと今日ね、久々の動画で、ありがたいことにシーンさんとのタイアップでこの動画出させていただきますので、ちょっと久々の動画がね、久々の動画でこいつ案件してやがるとかも思うかもしれないなって思います。すいません、ちょっとごめんなさい。最初謝らせて、ちょっと何かの形で謝罪せななと思ってたんで、ちょっとヘラヘラした感じなんですけども、自分もね、タイミングをちょっと失ってしまいまして、次出す動画どうしようってなった時に、ありがたいこのお話をいただいて、これを機にじゃないですけども、このね、受けさせていただいたのは私すごいシーンさんが好きなのでっていうのもあるので、またここからちょっと更新頻度を徐々に戻していけたらなと思ってはいます。すみません、本当に。X とか他の SNS には出没してたんですけど、急に長尺動画をこうやって上げなくなったような、一回どこに行ったんや、おふみはと思っていた方は申し訳ございません。カムバックでございます。いや、本当にごめんなさい。ちょっとそんなこんなでね、今回は始めさせていただけたらなと思います。知らん間にね、背景が何度からこんな一人暮らしの部屋に変わって、それもね、早くなんかもういろいろここまでの過程を喋りたいんですけど、今日はシーンさんとのタイアップです。ありがとうございます。マジでありがとうございます。で、今回ブラックフライデーセールということで、なんと30万点以上の人気アイテムが限定値下げということなので、シーンルックブックをしたいと思っております。それでですね、シーンさんの試したり好きが見つかる、届くたり好きが増えていくっていうキャッチの通り、本当にみんな好きだと思うのでチェックしてみてほしいなと思います。今回のコーディネートの私のテーマはですね、大人のオンオフコーデとなっております。どういうことやねっていう感じなんですけれども、まず今の状態、ちょっとオンの状態の服選んでみました。まあちょっと一番最後にね、オフというかちょっとラフな感じの格好今回頼んでみまして、それも紹介していくので見てください。私の身長はちなみに156センチなんですけれども、ちょっと全身がここまでいって入るって感じなんですけれども、ちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、こう丈感をこうやって紹介する形になっていくんですけども、こうやってやっていきたいと思います。はい、では1着目なんですけれども、この状態で喋っていたんですけれども、156センチで、まあくるぶしちょい上ぐらいなんですけれども、で生地感としてはこんな感じのニットっぽい生地で、襟元はこんな感じです。レースので、ね、これもしっかりした作りでね、すごく可愛いんです、うん、でボタンはね、留める式じゃなくて、もうこの飾りボタンみたいな感じです。いいなって思ったのが、そのなんかすごい黒でシンプルなんですけど、ここにレースがあったりとか、ここにボタンがついてるから、ちょっと可愛らしさっていうか、ちょっと華やかみたいな感じがすごい好きで、こんな感じです。1着目、なんか割とね、私服ワンピースがやっぱ楽で、きちんとしてもなんかちょっと見えるような気がして好きなので、じゃあ2コーデ目に行ってみたいと思います。結構きちんと感のあるコーデです。これは本当ね、さらっとした素材で、シワもね、私届いた時もあんま気にはならなかったんで、いいなって思ったんですけど、ちょっと季節、もうちょっとあったかい時期とか、春夏秋、夏ちょっとあるかもしれないんですけど、結構使えるなと思って、なんか肩掛けも可愛いし、袖通してもちょっとなんか大人の女性って感じでいいなって思います。なんかボタンとかここ特にないんですけど、スカートの先ぐらいか、さっきよりちょい丈長めって感じで、写真も結構ね映えるんですよ、これ意外と着ると。こんな感じでボタンも結構金色でしっかりしてたりとか、ここのね縫い目とかもすごく綺麗ですっていうような感じの、ちょっと大人の女性のオンオフのオン、これもオンみたいな感じで仕
し上げてみました。なんか個展とか行きたくて、これで、うん、個展コーデみたいな、個展コーデがちょっと何かよく分かって、自分でも分かってないんですけど、言ってから何を言ってるのかなって思ったけど、うん、早くこれもうちょっと暖かくなってきたいのよね。で、手通すのもすごい好きなんですけど、さっきの肩掛けめっちゃ可愛いなと思って、肩掛けよくない、マリキャリーみたいな感じだけど、うん、個展行きたいですよね、これで。なんのって感じだけど、うん、こんな感じです。じゃあ3着目いきます。ちょっと待って、ちょっと待って、あれあれ、部活感すごいんやけど、あれなんか違うかも。可愛いんやけど、ちょっと待って、いや大人のオフオフのオフをここでちょっと演出したいなと思ってたんやけど、なんか部活感すごいんやけど、ちょっと待って、あれおかしいな、おかしいぞ、いやこれはもう部活やな、違うぞ、思ってたんとだいぶ違うぞ。いや違う、ね、コーデは何も悪くないのに、自分の踏み合わせが何だろうか。いやでもちょっと紹介させてください。はい、ですね、まずいろいろ着込んでるんですよ。なんでちょっと1個ずつ説明していこうかなと思います。まずこのカバン、このカバンはね、なんか旅行とか、結構旅行が多いというより遠征が多くて、あの京都から東京行き来するときに、なんかねこうカバンがあると可愛いなと思って、これキルティングの白いカバンがめっちゃ可愛くて、でここをスーツケースにここさせるのよね。それがいいなと思ったのと、ここチャックついてるやん、でうち今広げてるけど、こうやって閉じたら、あのもう一個ちっちゃいサイズになるっていう、でも当てたらもう一個大きいサイズになるっていうのが、あ、いいなと思ってこれにしました。これはね、もう買って届いてすぐあの愛用してます。で、あのこのシャカシャカもこういうのすごい好きで、自分こうやって運動するっていうよりかは、ちょっとなんかこういう、なんやろ、舞台稽古を、舞台とかさせていただいて、させていただいてるんですけれども、今日しながらそういう話がされたんですけど、あのそういう時に今日は動くぞっていう日とかに、まあなんか1枚ちょっとなんか可愛いの羽織っときたいなみたいなんで1枚買ってみました。これが部活感すごいのかな、可愛いけど。でまあサクサク紹介いきますと、あのこの下に部屋着で好きな感じのパジャマ、あ、いやパジャマじゃない、いいやけど、パジャマ、違う、このちょ、この灰色はちょっとあれなんかな、これセットじゃないんですよ、一応これとこれは。で、この上だけ説明させてもらうと、まあ、上だけ写したらこういう感じで可愛いやな、スカートと合わせてもいいやん。で、ここをチャック閉めたりなんかすると、ちょっと顔が、うん、渦まって可愛いかなっていう感じのトレーナーで、あのそんなめっちゃ燃え袖にはならないかなって感じかな、うん。で、まあ、この上は紹介一旦これで終わりなんですよ。この下 の、あのスウェットなんですけど、これあの絞れるようになってるんやけど、これはこれであのまた別のセットなんですよね、スウェットのこの下っていうのは。でそれが何かっていうと、このグレーパーカーのセットやって、でこんな感じのふわふわの裏金も裏がこんななってて、グレー星人になっちゃった、思ってたんと違うぞ、構成が違うぞ違うよ、バカ、あのもっと可愛いのよ本当は、多分ちゃんと着ると、ちゃんとコーデ上手な人着ると、うん、これの下は本当に運動着として買わせていただいたって感じの、ガチでシャカシャカので、しかもこれ薄いしすぐ乾くっていうシャカシャカ素材のズボンなんですね。インスタにはもうちょっとこう背景もちょっともっとなんだろうな、おしゃれな感じでちょっと出してるから、ちょっとそっち見て挽回させてほしい。これもうちょっといいから、インスタ映ってんの。 YouTube さ、オンは良かったと思うねんけどさ、オフの部活感すごかったよな。はい、こんな感じでですが、
本当に久々の動画になりましたが、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。クーポンも出していただいておりますので、ぜひ皆さん概要欄の方からチェックしてみてもらえると嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。またすぐ会いましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。すいません。